安倍千一は、日本の政治家、衆議院議員、岩手県知事などを務めた。1893年、岩手県冷え抜き郡、湯口村出身。貸し状態で生まれ、家族は一時諦めたが、祖母が千に一つの望みに、と医師を呼んで手当てをしてもらって、奇跡的に助かったことから、千一と名付けられた。森岡中学校、第一高等学校を卒業。 森岡中学の2年後輩の宮沢賢治とは、一時寄宿舎が、同室だった。旧制一校の同級に、福本和夫、立花の幸三郎、宮崎龍介、一年上級に、菊池博士、久米正夫、倉田百三、柳原忠らがいた。1919年、東京帝国大学法学部政治家を卒業し、同年に高等試験に合格した。 日本統治時代の朝鮮にわたり、朝鮮総督府政務総監の水野蓮太郎の秘書官であった森谷秀夫の秘書となる。1925年より、京商南道財務部長、環境北道警察部長、環境南道警察部長、平壌府院、京商北道内務部長、京商南道知事を歴任した。1938年に退官した後は、 日本産金に振興株式会社理事、朝鮮金山開発株式会社社長、玉系金山株式会社社長、朝鮮産金買入れ株式会社社長、合成工業株式会社社長などを務めた。1947年に知事の国部県吉の招きにより、岩手県副知事に就任。1952年に衆議院議員となり、 1955年から1963年まで2期8年に、わたって、岩手県知事を務めた。1972年、脳難化症のため78歳で逝去ありがとうございます。